私ね、今日は神々の祀られている神社に行くんですというのはですね、私が世界四大美女ということのエビデンスを取るためにその証明をね、していただくというですね、素晴らしい今日日なんですよ。じゃあねんちゃん、ロケバスのね、掟をお伝えしたいと思いますけれども、はい、まずアシスタントは先に絶対座らないということ、はい、そして座るポジションとしては絶対そっち側の端っこの一番後ろ側から順番なの、はい、で一番後ろのレーンは絶対スタイリストさんが座る、はい、なぜかというと後ろに洋服があるから服を守るため。でそこから全員が座ったでしょ。で全員が座ったらアシスタントが絶対最後に座るの、絶対先座っちゃダメ、はい、そこからスタート。そこからスタート。でもちゃんと教えてくれる師匠いいですね。できない人ばっかだと思うよ逆に、うんうん、この子できるなって思われたら与えてくれるのアシスタントの仕事を。そうするとどんどん成長になるわけだから。だから小田切さんいつもこれを、うん、小田切さん怖い、小田切さん怖いということですけれども、これができなかったら何も手合わせしませんよ。ロケバスの掟っていうことをね、知らない人もいるから、うん、そう知らないでさーっと座っちゃってさ、あんたここに座ってごらんなさい、ここモデルの席だから。たまにいるのアシスタントが座っちゃうパターンとかね。でもそれは師匠が教えてあげなきゃいけない。ロケバス物語っていうのを作れるわよ。もうロケバスに乗ると思い起こすこといっぱいあるからね、過去のいいことやいろんな辛いこと、もういろんなパターンあります。基本でロケバスに乗るときは長距離戦なのよ、もう朝から夜までだからさ。アシスタントだと寝れないから大変ですよね。そうそうそう、目つむるとかも NG なの。 NG だよ当時はね、うん、もうじゃもう本当にもう仏像のように目をかっ開きながらこうやって仏像のように座ってたわよでもすごく大事ですよね、大事大事、そういう期間もすごい大切です。到着ということで、あなたここはどこのインターなの。ここはどこでしょう。ちょっと寒いんですけど先生、ソフトクリーム食べましょう。食べましょう。どうよ。いや、ここにした理由はなぜかわかるね、ねっちゃん。広いからです。違うわ、あなたスタバがあるでしょ、あそこに。あのスタバでね、おコーヒーをいただいて、はい、そこからあなたソフトクリームをペロつきあげるんですよ、はい、あなたこのクソ寒い日に。はい、どうよ。お待たせしました。ありがとうございます。2つ食べよう。みんなで乾杯。ハマさんいらない。ハマさんお腹壊しちゃうんだ。異常な光景だと思います。こんな寒空でアイス食べてる、ね、すごい寒い。あの人の方がシュールじゃない。こんなサラリーマンだらけのここにさ。じゃあサムネになりそうな可愛いカットお願いします、うん、ここで、はいはい、寒空の下アイスクリーム、はいはい、あのおじさんがずっと見てる私のこと何をやってんだって。本当だよ。あ、ずんだ。ずんだがあるわよ、あなた。ずんだカフェがあるわ、ここに。仙台であるら有名なずんだ屋さん。あなたと一緒に、あなたと一緒に行ったとこよ、ね。ずんだカフェがあるわよ、ここ。すごいわね。ずんだダンス。ずんだダンスしたでしょ。ずんだ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 。さあ、ムーサもバスに戻るわよ。あ、美人弁天到着ということで、わー、やってきました。なんと、空いてるのが第一、第三日曜日あれ違うとこに行けばいいんだ、はい、なるほど。カーサイクル田中さんでも、カーサイクル田中さんにてねいただけるそうです、はい、美人証明書をいただきました。もうこの証明書が欲しくて欲しくてたまらなかったの
誰もいないでしょう。この大雪の中、私はですね、アウトレットに来ました。今日はですね、何かをゲットしたいななんて思ってるんですが、その前に腹ごしらえしましょうか。ちょっとお腹空いちゃったから。あ、それあったかそうじゃない？絵で選ぶわよこれ。ほらそれ韓国料理にしようと思ってね、ここに行くわよ。そうよ、うわ、人生で2回目アウトレット。え、近づいてる。そうよ、ピンク髪の人がいるけどね、ここに。すごいわ、誰もいなくていい、貸し切りよ。もう世界四大美女にちょうどいいこの貸し切り感。あら、ティファール屋さんがあるわよ。ティファールショップがあるわよ。初めて見たティファールのお店なんて。あ、そうなんだ。うん、私ティファールネットでしか買ったことないからさ、ショップ初めて見た。一般庶民はアウトレットで買うんでございます。そうなの？何をおっしゃってるのよ。何言ってなんだった。そうなんだ。ここ、はい、ネギトラっていうの。ベニトラなんですよ。美味しそう。イオンとかにある。家庭料理なんだね。今日はプルコギ定食で、定食っていうの、プルコギ丼とミニチゲにさせていただきました。でもさっきのソフトクリームとか、うん、本当乱行ですよね。クレイジーでしかないって。本当よ。でもあのソフトクリーム美味しかったですよ、ね、やっぱ時期外すといいね。観光の人がいないじゃん、うん。アドレッドも本来混んでんでしょ。混んでます、混んでる、ね、私混んでるいたって言ったことない。前回雨で、雨だった、全然もう一緒になかったね。軽井沢懐かしいですね。もうほんとないよ。ここめ久しぶりかも。でもこういうところでは全く気にしないで食べるっていう脳になってるから、久しぶりって感じがしない。お米全然食べないんですか。玄米だけ、酵素玄米。でもスンドゥブは家でよく作る。スンドゥブだけは簡単よ。大沢のやつ。うん、じゃないやつ、普通の韓国ショップで、うん、元が売ってんのよ。チゲの元が。それに味噌入れて、自分が好きな具材入れて、で、これも持ってるからさ。あ、確かに、楽なのよ、すごい。鍋みたいなもんだから。購入品で紹介してますけどね。スタッフ、うん、熱すごい発汗する。美味しかった。もう今日の韓国料理、もう雪の中でこんな美味しい韓国料理、もう最強ということで、じゃあ早速お買い物に行ってきます。お買い物。いや、バカ野郎ですね。バカ野郎でしょ、私もすごいことになっちゃってんだよ。あなた、この雪の中、誰もいないからね。私もね、みんなに乗せられちゃって、こんなに買っちまったでしょ。いや、久しぶり爆買いよ、もうね。やばい人ですよ。やばいでしょ、もう。すごいでしょ。爆買いクイーンが誕生しましたね。全部自分用なんで、自分で持ってくださいね。もういいよ、もう辛いわ。久しぶりに買ったわよ、こんな。もうなかなか買い物来ないからさ。こっちです。あ、駐車場そっち。雪すごい。雪がすごいよ。
そう、ちょっとねねちゃんに持ってもらってる。みんなで分担よ、協力し合ってね。はい、帰りましょう。とんでもない雪になっちゃってね。今ね、こちらは高速道路が、ちょっとね、封鎖になっちまってね、ちょっと下道で東京帰っておりますということで、すごいのよ、久しぶりにこの雪景色がね。すごいわよ、ここどこって感じですけれども、ここどこなの。なんかやっぱり雪の日って空気が澄んでてすごくいいわ。なんかしんしんとね、してますでしょ。ちょっと今車の音鳴ってますけど、しんしんとしてるから私もなんか、なんか今よどんでるものが取れてくる感じするわ。みんなも感じる？このすがすがしい空気。もうちょっとだそうで、お腹空いたからね。ちょっと久しぶりにこんな時間にお夕食をいただくのよ。今ね、私大好きなね、あのとろろそばがあったので、とろろそばをいただきたいと思います。ねねちゃんは何を食べるの？すごい匂いするけど、すごいのニンニクの肉盛り満腹濃厚豚ラーメン。満腹臭いのね。すごいよ、ニンニクが盛りです。ねねちゃんも満腹。美味しそう。美味しそう。すごい、すげえ。それではいただいてまいりたいと思います。こんなビューティーなチャンネルにこの夜の待って、すごい匂い。すごいわよ。いただきます。メガネがなんか大食いの女王って感じ。ギャルソネに勝てない大食いのねねって感じ。染みます。ニンニクが、ニンニクと豚が、すげえ。この時間に食べるってまた不良でしょ、楽しいね。ちょっと後ろの不良います。すごいわね。もうなんか私この人に勝てないな。すごいわよ、いただきます。同じ麺類でこんなにも差あるのないです。いつも節制してるな。やばいね。美味しそうだもん。美味しそう。でも姉ちゃんにとってはこれが平常運転かもしれない。小田切さんにとってはすごく悪いことですけど。もう9時半回ってますから、なかなかないですもんね。なかなかないよ。今日一日なんか楽しくて早かったですね。楽しかった、遠足だったよ。もう遠足じゃなかった。久しぶりに。バスに乗って乗って遠出とか久々だったので。そうだよね。遠足だった。楽しかったです。みんな楽しそうだと思う。ひたすらほのぼのと